はようございますおはようございますすいません、お仕事中いえいえまた真面目会ですけど、いいですか？健太郎くんにどうせ消されるでしょうそう、かもしれません今日のテーマはどうなる2024年です、うん、コメント多いよね。やっぱりみんな気にしてると思います。なんか何回も話す気するけどね。なんかちょっと聞きたいことが返ってこないからみんなどんどん聞くんじゃないですか。そういうこと。でもめっちゃ最近ニュースも今出だしたし、うんうん、耳にしますね。国もなんか対策しんどかみたいなことを言い出したよね。結局何が起こるってことでしたっけ。残業時間が80時間で規制される。それ以上できないってことですよね。できないってことだね。だから多分みんなが心配してることとか気にしてることは、残業代込みで収入を得てるからその収入が減るんじゃないか。だからお給料が減るからどうなるの、うちの家計はっていう。あ、なるほどね。家計は、いや、それ家計はこじゃないかうちの話だ。家計のやっぱりお給料、まあまあ、うんうん、大事。そうですよね。奥さんはそういう声を上げそう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 、旦那さんがコメントをすると思う何飲んでるんですかこれ富士ミネラルあるところでしか売ってないんだけど。ただの水じゃない。いや、ただの水だよ高そうで、うん、何でしたっけ。2024年はそうお金が減る。そう、残業をしないから子供の面倒とか自由な時間が少し確保できるけど、手取りは減るんじゃないかなっていう心配で、今2023年問題を、うん、そう怯えてる。どうなの、どうなの社長で、あのコメントが来てると。そうそうなんかな。違うの。普通になんかみんなあのこういうもんだよっていうのをいっぱいアップしておいた。それの見解を述べてほしいっていう風だと勝手に思ってたけど、だけど、うん、そっちの目線なのかな、はい、もちろん時間が短縮されていいけど、うん、それ込みで考えてたお財布事情は、じゃあ、うん、旦那が早く帰ってきて、うん、給料が減るのと、うん、旦那が遅く帰ってきて家にほぼおらんけど、うん、いっぱいお金もらえるのどっちがいいの、もぎさんは。ないものねだりだけど、うん、残業あるけどお金欲しいみたいな。そりゃそうだよね。それそうですよね。すぐのすぐに運送会社さんが、これうちもそうだし全体的な話ね、いろんなその運送会社経営者たちと話しとる話での話、はい、あと状況、経営状況とかで見る話で、はい、すぐのすぐに2024年削ったからって時間単価を上げるっていうことは結構厳しい。そうですよね、うん、今あの運送会社相当倒産も、はい、多いし、やっぱり川上からなんだよね、値上げ、うんうん、メーカーが値上げする、うん、で商社ベンダーが値上げする、でその下の物流会社が値上げする、で物流会社とか商社が使う運送会社が値上げする、この順番。今値上げ交渉行っとるとこあるけど、はい、あのこの物流の方の流通もそうだけど、建築業でも元請け発注元が値上げをし、うん、ゼネコンが値上げし、はい、でその1時、2時、3時と。そうですね、うん、あのラグはどうしてもだいぶありますよね、うん、あるけど、流れとしては悪くないなっていうふうに思ってて、そのラグはあるんだけど、うん、じゃあうち所定労働時間170なんで、はい、80時間だけど250なんだけど、もうこれしか働けないで、全部の世の中これしか働けない、うんうんうん、っていう風になったら、やっぱり時間単価を上げる流れになってくる。そうですね、と思うし、あと物が運びたくても運べないっていうのもまあいろいろ言っとるけど、はい、やっぱ値段がどん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 上げやすくなるので、うん、運送会社に価格決定権が出てくる。あ、すごい。だからそうなってったら時間単価が変わってくるんで、あ、うん、変わってほしい。そやな、多分1年2年。でもそれぐらい、多分それぐらい見とけば変わる、うん、変わってくる可能性はある、うん、あんまそんなさっと変えるよみたいな甘いことは言えないけど、けど、うん、未来は信じたい信じたいけど、うん、まあ悪くないと思うよ。あー、よ
かった、そんな風に聞けて。だし、やっぱ僕もさ、12時間超える運行って結構偉い、うん、そうです、まあ、内容にもよるけどね。いや偉いと思います、うん、やっぱこれ続けてくったん、ずっと続けてくったん厳しいと思うし。そうですね、うん、あと1時間短くなるだけで全然違う。確かに、うちもそういう取り組みをあのしてかなかって思うし、世の中全体がそれが短くなって、うんうん、なんていうかな、生活、幸せに生活できるドライバーが増えていくのはいいんじゃないかなって思うけどね。そうですね、うん、そうなってほしい。ただやっぱあの隠れてというか、まあ法令ぶっちぎってやるような会社さんがバーって、うん、あの下くぐって値段また出してきたりとかすると、あ、まあ、ちょっとおかしいな。悪循環、どうやろうな。でも今回はみんな荷主から、うん、あの気にしてることだから、そんなめちゃくちゃなことやってくる障害者はないんじゃないかなって思うけどね。わかんない、ちょっとなってみないと。なるほど。だけど悪くないと思う。はい、うん、だけどすぐには上げれないのが現状、うん、業界的に、うん、あの強い立場でやれる事業じゃないんで、やっぱメーカーさんとか消費者さんのお助けをするっていう職種なんで、うんうん、そこがまず値上げして豊かにならないとうちらに回ってこれないっていう、うんうん、だからうちらもそこのお客さんがいい風になるように考えてやらないといけない。確かに。し、それにはちょっと時間がかかるかな。だけど良くなるよっていう展開です。わかりました。いいですか。いいです。こんな感じで奥さん待ってくれますか。頑張りたいと思います。だけど物価上がっとるでね。そうなんですよ。なんか荷主さん上げてからって言うけど、やっぱ声をは上げてっとるけどね。あ、うん、ぜひお願いします、うん、下からやっぱ声上げてかんと。確かに確かに。上がってからなんだけど、上げないかんって思わない。そうですね、そうですね。上流のプッシュプッシュ、うん、卵が高いから。卵高いの。高い。家計応援してます。じゃあ金払えよって話だけど。本当。すいません、はいはい、無責任なこと言いません。